今日、県内では新たに1030人の新型コロナの陽性が確認されました。1日の陽性者数が1000人を超えるのは9月6日以来です。県は今日新たに1030人の陽性が確認されたと発表しました。1日の陽性者数が1000人を超えるのは9月6日以来84日ぶりです。現在。 169人が入院していて、病床使用率は29.1%、一人が重症です。また、基礎疾患がある70歳以上の2人が亡くなったということです。